やるな貴様ら。いやもう8人スクワットはいいや、また今度やろうぜ。おいラストやんべ、おい全員ポチンキ集合な。おいソロカスタム全員ポチンキ集合で1位決めべ。ポチンキから出たやつは本当に死刑。タイトル猛砲にしよう。ちょっとあれだね、止まっちゃったね。これおそらくもうスタート押してもいいんだろうけど、しばらく待ってな。一応さあどんな感じで みんな降りるか見てみた。やべえ出遅れた、みんなのこと見てたら出遅れ。おいいね、おめえら全員ぶっ殺してやっかんな、マジで。おい見ろ、 B29 と呼ぼうこの現象のこと。おい見ろよ、おい B29 が降ってくからこれ。おい見ろよこれ、おい見ろ、戦時中の爆弾を。おい老人が見たらこれトラウマを思い出すレベルの。よーしてめえらマジで本当にかかってか。おーし、おっぱじめようぜ、死のこと言わずによ。くっそ重そう。さあ皆さん、実況解説は加藤純一でお届けしております。この100人で100人インザポチンキ、このような状況、これ各家族各家庭を持ってるみんなが、みんながそれぞれ家庭を持っております。人生だな PUBG って。さあ今日はどの家庭にお邪魔しましょうか。佐野の家庭にお邪魔してみましょう。佐野さんの家庭へ行こう。佐野さんの今日の夕飯は何でしょうか。ショットガン、あ、ポンプ式のショットガンが今日の夕飯のようですね。さあ、お隣さんは、お隣さんとか、アサルトライフル、いいね、M16、いい武器をお持ちです。さあ、どういう、全員が、それぞれ思い思いの、若い頃、皆さんにもあったんじゃないでしょうか。渋谷スクランブル交差点を歩きながら、この人たちにも、俺と同じような人生を歩んでるんだな、不思議なんだな、って思った経験が、あるじゃないでしょうか。今まさに僕はこの PUBG というゲームを通じて同じような気持ちになっております。それぞれに人生がある、深い人生は、なんと深いことでしょう。お前らどんだけ芋ってんだよ、てめえらふざけんなよ、芋ってたら終わんねえじゃねえかよ。家庭を、お前男だったら家庭を捨てる勇気を持てバカタレが。家庭を捨てろ、ハンターになりに行け、陣に怒られるぞお前ら。一人家庭を持ってない路上生活者がいる。そっか、そうだよな、今不況だからなお前な。三末さっき俺とチームでやつだ、追い出されたんだよな。でも大丈夫だぞ、お前にもまだチャンスがあるからな。このポチンキング50名まだまだいい。おしかも同居してるやつがいる。あ殺された。そっか、同居もあり得るんだな。あ壁一枚隔てて空前絶後の親子喧嘩、史上最強の親子喧嘩、しょっ、最下対最下、最下どんだけ勝てんだよこいつら。最強の親子喧嘩今決着。サンマが家庭を持った、サンマついに、おいお前よかったな、家庭持ったんだな。武器何があった。お M4、 おーこいつうめえ、アイアンサイトで。ああ今度また新たな路上生産正解者が生まれてる。身ぐるみ剥がされた女がここに。頑張れ、お前もきっと家庭を持てるぞ、お前もきっと家庭を持てるはずだ。うまいこと入り込んで、うまいこと入り込んでる。うまいこと入り込んでる。武器を持たない、武器を持たない民がうまいこと入り込んで逃げております。さあどうなる。38秒、全員宴会だぞ。誰が一番有利なんだろうな。みんなの武器を見に行こうか。
そうだよな、武器取れねえよな。ショット VSS、 いやここのこの状況で VSS はお前頑張れ、お前頑張れ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 、取らなきゃダメだよ絶対。いけ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 、そうだ、ついに、俺は人一人の人生を変えてしまったのかもしれない。俺が言わなかったらこいつは幸せな家庭を築けていたのかもしれない。責任重大だ。この業を背負って俺は一生実況していきます。さあ残り34名。おっ、バチってるね。あー、ついにやっぱ侵略が、あ、またいる、ここにも家の、おい頑張れ、家を持たぬ民が、おい、まあ頑張れ、お前も頑張れば家庭を持てるはずだ。家取り行け、家庭取り行け、家庭取り行け、家庭取り行け、家族を奪え、取り戻せ、お前の新しい人生を、人生取り戻せ、勇気を持て、社会に出ろ、飛び立て、いつまでも家の中で引き持っていたらダメだ。そうだ、それでいい、お前 HP 見るじゃねえか、失うものは何もない、頑張れ、行くしかないぞ。そうだ、そっち行け、行け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 、こいつの人生、人一人の人生に、もしかしたらこれはPUBG じゃなくてヒューマンドラマなのかもしれない。ハッとする、俺はまた人一人の人生を変えてしまったのかもしれない。儚いものだ人生なんて、儚いね人生は、切ない。さあ縁来るぞ、みんなそれぞれ居場所を見つけたようだね、どうやらね。みんなそれぞれがそれぞれの居場所を見つけてる。おっ、あっ、サンマやられてる、こいつめっちゃうまかったのに。あ、こいつさ、こいつうまいわ。おおおおおおお、どうするどうする、あーす、玉切れか。さあどうするか、上を取ったのは佐野、そこに隠れるか。この戦いちょっと見ようか。あー、うまっ、殺し屋だな。誰も動いてねえじゃねえか、おめえら何くつろいでんだよ自分の家でよ。ここ同居してる、同居してる、そりゃそうなるわな、そりゃそうなるわな。それこいつら、こいつら釜べ。おめえら頑張れよ、おめえら二人とも声聞こえてんだろ俺の、おめえら頑張れよ、今映してっからな、頑張れよ。おっと、木を巻いて、さあどうする、さあどうする、いつ攻めるんだ、いつ攻めるんだ、いつ攻めるんだ。逃げてったそうだよな。いやー、的確、ジャパニーズ高台、うめえなこいつ、今すげえ的確だったね。さあ残り22人、みんなちゃんとポチンキで戦っております。こいつがうまいな、注目選手だね、ユニフォームもかっこいいし明らかに何も持ってないやつ、あ、これ俺人生変えてしまったやつだっけ俺がうわ、俺97位とかマジでやだ。え、敵がいないのに向こうから発砲音がするあこれちょっとこいつに戻る、こいつポチンキ、おいお前スミヒポチンキ戻れ、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 ダメ、ルール違反、ポチンキ戻れ、よしおい、ルール違反になるぞ、おい、やばい、早く、バレる前にポチンキ戻れ、ポチンキ戻れ、ちょっと待って、おい、ポチンキ戻れ、ポチンキ戻れ、おい、ポチンキ戻れ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 、レギュレーション違反になるから、ポチンキ戻れ、ポチンキ戻れ、ポチンキ戻れ、よし、戻って、戻って、みんな。おい、ポチンキ戻れ、ポチンキ戻れ、レギュレーション違反になるから、ポチンキ戻れ、早く、1位になった時にポチンキ以外だとあれだぞ、負けになっちゃうぞ。ポチンキ戻れ、ポチンキ戻れ、
おい、ポチンキ戻れ、ポチンキ。よし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 。セーフな、こいつらは。さあ、こちらに戻ってまいりました。どうなる、こいつらがどういう動きをするのか、マジで楽しみ。一斉に踊り狂って死ねればいいんだ、こいつらは。地獄の豪華に焼かれながら、お前ら踊り狂って死ね。お前らが死ぬところを見たい、早く。偉いな、みんな。少し焦らせる。おい、吐き倒して、ポチンキ戻れ。吐き倒して、レギュレーションやらせて。よし。よし。それでいいんだ。男だったらここで決めろ、男だったら。おーっと、加藤純一の視聴者、もしかしたら配信者に似てみんな消極的なのかもしれません。誰一人残り時間が少ないから殺しに行ってやろうという猛者は一人もいません。全員がなんと、この15人全員が包帯を巻くというとんでもない光景が今巻き起こっております。お前たちはそれでいいのか。殺し合わずになんとこいつら回復合戦で勝とうとしている下せない野郎どもとなっております。あ、ただ一人勇者が、あー、勇者がやられた。やべ、踊り狂ってる。回復もないし、踊り狂ってる、踊り狂ってる。武器持ってね、お前、お前この地、この世界で一番のハッピーボーイかもしれないぞ。お前だけだぞ武器持ってねえの。よく頑張った、よくぞ生き延びた。こいつも武器持ってねえじゃねえか。で、てめえじゃねえんだよ、殺されたのが。俺やられたんだぞ、お前。純一加藤の偽物が。さあ、残り13人。ポチンキングを決める戦い。HP 的には、お、こいつが有利か。いいね。あ、上手だね、あんた上手いね。さあ、殺しに行かなければじわじわと HP が減っていく、この戦い。どうする？一人だけ。カタマ R1 が離れてるね。うわ、ダメージが痛くなってくるぞ。早めに、早めに勝負出ないと、いつまでもじりじり妹たらやられちゃうぞ。強制的にまたここで戦闘を起こさせる。さあ、お前いいのか。おお、戦闘できる。いや、うめえ、ジャパニーズ広大。でもさ、今さら殺してもさ、回復持ってるとは思えねえんだよな。さあ、今の銃声を聞きつけて、やりに来なければいけない。向こうは向こうで周りに。うまいね、お前。でも回復なさそう。包帯あるか。包帯がありそうだね。木陰でコナちゃんが木陰で、ソードオフショットガン持って隠れてる。ああ、でも HP が足りなそうだな。おい、まだまだ HP に余裕あるやついるね。同じとこで、これは苦しい。この戦いは、この状況でこの戦いは非常に苦しい。ね、行くしかないと分かった。あ、来た。あ、逃げた。それ追っかけていく。そっか。お、攻守交代。HP 回復もしなければいけない、この状況。あ、向こうでも戦争が、ただこの戦争が熱い。そしてまた新しい家へ引っ越し。戦え、バカども。こっちで3人、向こうで3人。おお、こことここで睨み合ってるね。おっと、空爆、しかも空爆も来た。いやー、 HP の減りが早いぞ、ここから先は。これポチンキ真ん中ずっとエリアに残ってたらくっそ熱かったんだけどな。そういう設定できんのかな、今度やりてえな、ポチ。あー、やられた。でも HP がない、回復しなきゃ。回復あるか、この家に回復を探しに来てんのか。回復がない、戦争に勝っても回復がない。持ってるか、持ってるのか、お前。あ、持ってなかった、残念。試合に勝って、そう、お前の死に場所はどこだ。アークパター。切ないな。さあ、残り3人、選ばれし勇者たち。これはもう回復合戦だな。天空からお届けしよう。もう HP の減りがガンガン減ってるからね。
ただ結構ね、包帯みんな持ってると思うんだ。お、動いてる。そうだな、どこにいるか分かんないもんな、この広いポチンキで。多分俺の声聞こえちゃってるからさ、あんまりもう場所的なものは伏せていこうか。向こうから来てるぞ。ああやられた。ガゼンより1回復なかったらやりに行くしかないぞ。回復なかったらやりに行くしかない。もう音聞いてやりに行ってる、やりに行ってる、やりに行ってる。もうこいつ回復ねえんだ多分。あーあと10秒で死ぬのが先か。あーダメだー、届かない。おすげえ。いやポチンキ大戦争超面白い。俺何位だった？俺97位だったんだけど。いやでもすごいわ、この状況でよく生き残った。うよまるうよた、なんかうよまるうよたって前も活躍してたよな。あー面白かった。また今度やろうぜ。また気が向いたらやるわ。ということで皆さん、もうぼちぼち寝ないと明日の仕事にも支障をきたすでしょうから、早いとこ寝てください。